まあでも大変です。だって正直、堀江さんはだって三木谷さん好きじゃないですか。僕は知ってますよ、その事実を。はい、いやでもすごいですよね。トップ営業がすごいって聞きますよ、よく。うん。本当に、この前もお会いしましたけど、やっぱり、僕やっぱり、すごいと思いますよ。覚悟もすごいし、なんかこう、まあ、ここまで大変になるとは想像されてたかどうかは僕はちょっと想像の世界になってしまいますけど、今この状況でもやっぱりすごい前向いていらっしゃいますし、すごい方だなと改めてメンタル強いなと思います。うん。じゃあ、堀江さんだったらどうします？今の状況だったら。あ、僕ですか？もし今の状況。どこなんですかね。でも、もう、今だと、いやーもう大変でしょうね。僕はでも、売る選択も全然すると思いますよ。うん。チョイスとしてね。わかんないですけど、三菱商事とKDDI が組んで、ローソン買ったじゃないですか。はい。まあ、巷で言われてるように、あれは楽天を狙ってのことなんじゃないかっていう話はすごいありますよね。でも、KDDI 三菱商事の時価総額からすると、楽天全然。